日本は満州事変を機に中国東北部に満州国を建設した。しかし国際連盟は満州国を承認せず、日本は連盟を脱退する。国際的な孤立を深める中、日本は資源を求め南方に進出する。それに対しアメリカ、イギリス、オランダは対日経済封鎖で対抗する。事態を打開すべく交渉が行われる中、追い詰められた日本は開戦を決意するのだった。
Thank you.